土星を公転する不規則衛星で、北欧軍に属する。また、北欧軍の他の7つの衛星とサブグループスカジ、軍を形成している。2004年12月12日に、スコット・ S ・シェパード、デビッド・ C ・ジュイット、ジャン・カリーナ、ブライアン・マースデンらの観測チームによって発見された。観測には、スバル望遠鏡が用いられている。 発見は2006年6月26日に小惑星センターのサーキュラーで6月30日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S2004S19 という仮符号が与えられたその後2007年4月5日に北欧神話の狼にまたがる女巨人ヒュロッキンにちなんで命名されサターンスライブという確定番号が与えられた なお、命名当初は、りがハイロックンとされていたが、7月31日に、現在のヒロックンに修正された。アルベドを0.04と仮定すると、ヒュロックンは、直径が 6km と推定される。大きな軌道離心率を持った軌道でおよそ932日かけて、土星を一周している。 2013年3月に土星探査機かシーニによって4回観測され、自転周期が12時間45分と測定されている。ありがとうございます。